それから1ヶ月ほど経った頃、ある日私は夫からいきなり話があると言われ、居間に呼び出された。何？私部屋で映画見てたんだけど。手短に終わるから、単刀直入に言う。俺と離婚してくれ。お前といても楽しくないし、子供もできないしさ。母さんもお前なんかよりももっと若いやつと再婚して子供作れって言うんだ。だからすぐに離婚してくれ。いいよ、ほら離婚届。そう言って私は引き出しにしまっておいた離婚届を夫に渡した。え？私の名前は千里、32歳の専業主婦。夫の浩太とは結婚して2年目になる。私たちはもともと同じ職場で働いており、会社の先輩と後輩だった。夫の方が3年後輩で年下で、向こうからガンガンアプローチしてきた。私は別に結婚に焦っていたりはしていなくて、いい人がいて機会があればくらいに思っていた。そんな中、付き合って1年くらいに夫からプロポーズされたので、私は思い切って受けることに。今まで年上と付き合うことの多かった私にとって、年下の男性との恋愛は新鮮で、なんというか母性のようなものが自然と出てくる。私が手料理を振る舞うと、何これすげえ美味しいと言って嬉しそうにがっついて食べてくれるし、私が食器を洗っている時とかに後ろから軽くちょっかいかけてくるのも可愛い。夫は結婚したら家庭に入ってほしいと言っていたので、私は専業主婦になった。新婚生活はとても楽しく過ごせていたのだが、結婚2年目に入った今、少しずつその状況が変わってきた。夫がやたらと義実家に行くようになったのだ。確かに義実家は我が家から近い。だが去年なんかは2、3ヶ月に1回くらいのペースでしか行っていなかったのに、今年は1週間に1回ペースで行っているのだ。私がどうして最近そんなに実家に顔を出してるの？と聞くと、親孝行はできるうちにしておかないと、とのこと。確かに気持ちはわかるけど、義両親はまだ50代後半。早くして亡くなってしまう人もいるけど、最近は平均寿命が伸びているから、そんなに頻繁に顔を出さなくても、と思ってしまう。それに私は義母のことが少し苦手だった。というのも、義母はあからさまな嫁いびりはしないものの、顔を合わせるたびに、孫はまだか、とか、その年で子供を産んでいないとダメだろ、などと言ってきては、私にプレッシャーを与えてくる。私は最初は愛想よく、頑張りますと笑顔で受け答えしていたのだが、だんだん疲れてしまい、義母の前でうまく笑えなくなってしまった。そして義実家に行くとなると体調を崩すようになったので、最近は夫が実家に行くと言ってもついていかないようになった。それからというもの、夫とのすれ違いが激しくなった。母さんたちのとこ行ってくるけど来る？いや、ちょっと体調が。あ、そう。千里はもっと俺の家族のこと大事にしてくれると思ったんだけどな。そう言い捨てて義実家に行く夫。そして帰宅してくると、ご丁寧に義母が言った悪口を私に聞かせてくるのだ。母さんがさ、ダメな嫁だなって言ってたよ。あといつになったら子供の顔見せるんだってさ。確かに千里の年で子供がいない方が珍しいよな。さすがに夫のその言葉には私も腹が立ってしまった。子供ができないのは夫婦の問題でしょ。それを全て私の責任みたいに言わないでくれる？私一人で子供作れたら苦労ないでしょうが。私が反抗してくると思ってなかった夫は顔を真っ赤にして怒った。なんだよ、俺は母さんが言ったことをただお前に報告しただけだろ。余計なことしないで、そんなの聞きたくない。ああそうかよ、じゃあお前と話すことなんて何もねえな。そう言って夫はテレビのボリュームを上げた。そして食卓からわざわざテレビ前のテーブルに食器を持っていき、ソファーに移って一人でテレビを見ながら食事をしだした。本当に子供というか、年下といっても夫ももう29歳だ。そんな幼稚なことするか。普通、私は今回の喧嘩で夫に対しての気持ちがかなり冷めてしまった。それからというもの、私たちの関係はギクシャクし始めていき、会話も減った。夫は私と顔を合わせたくないのか、飯はいらないと一言だけ LINE をよこし、夜遅くに帰ってくるようになった。そして週末になると逃げるように義実家に行く。
そのため夫婦の営みなんてしばらくしていないし、会話らしい会話すら最近していない気がする。私はもううんざりしてきて、そっちがその気ならこっちも好き勝手やってやろうと思うようになった。まずは自立のための準備だ。私はいろんな求人を見て良さそうな仕事に応募した。すると自分の仕事で採用してもらえることに。9時から17時の残業なしと働く時間帯がとても理想的な仕事だ。夫は8時半から出社で、基本的にどんなに早くても19時までは帰ってこない。それに最近はわざと遅くに帰ってくるので、私が働き出していることもバレずに済んでいるのだ。今までは専業主婦だったからずっと家にいるしかなく、夫としか顔を合わせないという日もあった。だがこうして働きに出たことで、会社でいろんな人と会話をしたりコミュニケーションを取る機会ができたので、専業主婦の頃よりもストレスが減り、心穏やかに過ごすことができている。夫との会話がなくても会社で職場の人と話せばいいやと思えたからだ。それに今までは服とかも夫の給料から買うのは気が引けていたのだが、自分の収入から出せるので、週末は街に服を買いに出たりすることもできるようになった。だから夫が義実家に行ってくれると、私も遠慮なく外に出ていけるのでありがたかった。そしてある程度仕事にも慣れてきて、社会人として日常生活の感覚も取り戻してきたので、私は離婚することに決めて、ある日の仕事帰りに役所へ離婚届を取りに行った。その後役所近くにある最近できたカフェに足を運んだ。店主がコーヒー豆にこだわっていて、コーヒーがとても美味しいと雑誌で取り上げられているのを見かけて気になっていたのだ。ここのカフェは駅から私の家とは逆方向にあるので、なかなか行けずにいたのだが、役所から近かったので絶対帰りに寄ろうと決めていたのだ。そこのカフェのコーヒーはとても美味しくて、空間もおしゃれでとても癒された。1時間ほどそこでゆっくりし、そろそろ帰ろうとお会計をして店を出ようとしたその時、店の前を夫が歩いていた。しかも隣にはかなり若そうな女の子がいて、腕を組んでいる。え？私は最初は人違いかと思った。だけど数秒しか見えていなくても、本当に夫にそっくりだった。ちょっと気になったので、私はこっそりと2人の後をつけてみることに。すると2人は5分ほど歩いた後、アパートのような安そうな賃貸マンションのようなところに一緒に入っていった。なるほど、夫は不倫していたのか。多分不倫相手の部屋に行ったのだろう。おそらく不倫をしだしたのは帰りが遅くなることが増えた頃からかな。私は更新所に不倫相手の素性と2人の関係を調べてもらうことにした。それから1ヶ月ほど経った頃、ある日私は夫からいきなり話があると言われ、居間に呼び出された。何？私部屋で映画見てたんだけど。手短に終わるから単刀直入に言う。俺と離婚してくれ。お前といても楽しくないし、子供もできないしさ。母さんもお前なんかよりももっと若いやつと再婚して子供作れって言うんだ。だからすぐに離婚してくれ。いいよ、ほら離婚届。そう言って私は引き出しにしまっておいた離婚届を夫に渡した。え？どうして？私があんたとの結婚生活に執着してると思う。私も離婚するつもりだったの。あんたから先に言ってくれてよかったわ。さっさとサインしてちょうだい。夫は目をパチパチさせながら、言われるがままサインした。私しばらく実家に帰るから、証人欄埋めたら私に郵送して。え、おう。面を食らった顔をする夫がとても間抜け面に見えて、私は車を走らせながらそれを思い出して笑っていた。その後夫からすぐに記入済みの離婚届が送られてきた。私はすぐにそれを提出し、財産分与とかその他もろもろについて話し合いたいと LINE を送り、元夫と会うことに。話し合いは元夫と住んでいたマンションで行われた。私が弁護士を連れてきたことに元夫は驚いていたが、早く話を進めようぜと言った。じゃあまず財産分与ね。二人で折半するとこれくらいかな。え、こんなにあるのか。お前意外と節約家だったんだな。ありがとうよ。はあ？何言ってるの。
あんなにあんたが晩飯を家で食べずに外食してるのに節約できるわけないでしょ。じゃあこの財産は。私が働いて稼いでた分も入ってるのよ。そんなの知らないぞ。言ってないからね。元夫は不服そうな顔をしながらも自分の取り分が増えているので特にそれ以上は言及しなかった。じゃあこれで終わりだな。残ってる荷物はさっさとまとめて持って行ってくれよ。何言ってるの。この家は私名義のものだし、もう売ったわよ。まったく、どこまでこの人はおめでたいのか。忘れたの。この家は私のお父さんが結婚祝いでプレゼントしてくれた家でしょうが。ああ。だから荷物をまとめて出ていくのはあんたも同じ。今月末までに絶対出て行ってね。じゃないと管理会社から通報されるわよ。そんな。あと、ここからが今日の話し合いの本題。私は弁護士の方から資料が入った封筒を受け取り、テーブルに中身を広げた。なんだよこれ。あなたの不倫の証拠。まさか女子大生と不倫してるだなんてね。どうして。更新所に依頼してたのよ。私が話したかったのは慰謝料の請求についてだから。そんな。俺貯金もないし支払えないよ。さっき財産分与の話したじゃない。お金がないだなんて言わせないわよ。不倫相手にもちゃんと請求するからね。話はこれで終わり。もう一回言うけど、さっさと荷物をまとめて出て行ってね。元夫は顔を真っ青にしてうなだれていた。その後、元夫と不倫相手から慰謝料を支払ってもらい、無事にこの件は解決した。元夫は慰謝料のせいで一文無しとなっただけでなく、不倫相手からも振られたらしい。というのも、妻と別れればすぐに再婚してマイホームにも住めるよと不倫相手に語っていたらしく、不倫はバレてるわけないから心配するなとも言っていたらしい。不倫相手は家が元夫のものではなかっただけでなく、慰謝料を支払う羽目になり、話が違うと怒り元夫を捨てたらしい。本当、クズ同士のいざこざは滑稽だ。ちなみに元夫の職場には私の元同僚もたくさんいる。もちろん不倫したことはあっという間に社内に広まり、元夫は周りからかなり冷たい視線を浴びるようになったそうだ。しかし一文無しなので働かないと生きていけない。だから毎日ストレスをためながらも仕事に行くしかないそうだ。本当、ざまあ見ろって感じ。一方、私は現在会社近くのマンションに住み始めた。すぐに家に帰れるので趣味などをする時間を作ることができ、最近はヨガにハマっている。週末もヨガに通うようになり、今ではどっぷりヨガの世界に入り込んでしまい、今度インストラクターの試験を受けに行く。一度しかない人生、やりたいことができたら納得いくまでチャレンジしていこうと、今回の結婚の失敗からそう思うようになった。誰に遠慮することなく、私は私の人生を生きていこうと思う。じゃあ私離婚するわ。はあ？ちょっと待てよ、そんな急に言われてもさ。ほら、あれだよ、あれ。夫は今まで見たことがないほど慌てていた。しかしここで口を出したのが義母だ。ちょっと幹事、うろたえるなんてやめなさい。みっともない。お母さんいつも言ってるでしょ、嫁は夫の言うことを聞くものよ。いいじゃない、離婚するって言ってるんだから。嫁の分際で夫に逆らうなんてとんでもないことよ。嫌なら出ていけばいいのよ。いや、まあそうだけど。出てけっていうか、もう離婚するので必然的に出ていくことになりますけどね。まったく、口の減らない女ね。私は最初からこの子を好きになれなかったのよね。奇遇ですね。私も最初からあなたが大嫌いでした。私はリホ、とある企業に勤めている。夫の幹事とは交際期間半年で結婚を決め、結婚生活も2年を過ぎたところだ。私は彼の積極的に物事を決断してくれるところが大好きだった。これは私の育った環境が大きく影響していると思うが、私は三姉妹の真ん中っ子であり、普段はぼーっとしている柔らかい長女ではあるが、抑えるところはきちんと抑えている長女と、
末っ子ではあるが、リーダーシップ抜群の三女に挟まれ、親族のイベントごとや父親の仕事関係の人を家に招く時も2人の後について行動していた。そんな環境が影響しているとは言い切れないが、私は物事を決めることが苦手だ。しかもことが大きければ大きいほどぐるぐると考えを巡らせて、結局いつも考えがまとまらない。実家で暮らしている頃は2人にさえついていけば楽に生きていくことができた。だから積極的に物事を決めていく夫のことが頼もしく見えていたのだと思う。ただ自分で言うのもなんだが、人一倍こだわりは強い。これは自分でも自負している。私たち三姉妹は年が近いこともあるのか、父親の性格か、小さい頃は連帯責任でよく父親から怒られていた。上と下はすぐにごめんなさいと父親に謝っていたが、私は自分が納得できないと絶対に謝らない。正座させられ1時間2時間が経過しても絶対に謝らない私に、長女がしびれを切らし、いいからここはごめんなさいって言っとけば丸く収まるんだと父親の前で言い放ち、なんだその言い草はとさらに怒られ続ける。上と下には私のこだわりゆえ数々の迷惑をかけた。今となっては家族内の笑い話の一つとなっているが、まあ簡単に言ってしまえば、判断は人に委ねるけど自分の納得できないことには頑なに賛同しない性格だ。夫はそんな私を好きになり結婚を申し込んでくれた。とても奇特な人だ。夫と結婚してからというもの、生活は穏やかだった。私のこだわりを熟知している夫は私のこだわりポイントへ絶対に踏み込まない。私はこの生活がとても好きだった。そんな時夫に提案されたのがマイホームの購入だ。ねえ、結婚してもう2年だし、そろそろマイホーム検討しない？ああ、いいね。まだ先のことだけど、子供にはのびのび育ってほしいよね。それにリホは賃貸だといろいろと大変だろう。ああ、そうだね。私たちは結婚後賃貸マンションで暮らしているのだが、私は騒音が気になっていた。寝室で寝ていれば朝5時から下の住人のテレビの音で目が覚める。休日は隣の住人がギター片手に大声で歌を歌っている。我が家は6階建てのマンションの最上階の角部屋だったのだが、玄関先の通路からは晴れていれば綺麗な富士山が遠くに見える。それをわざわざ見に来る住人がいるのだが、我が家の玄関前でスマホを片手に、やっぱここ富士山綺麗だわと話し、なかなかその場から離れない住人がいる。ギターは騒音レベルで夫にも聞こえているレベルだが、下の住人の音は夫には聞こえていない。だから私の耳が敏感すぎるのだということは自覚しているが、毎朝5時に目が覚めてしまうことが多少のストレスになっていた。それに私は自分の出す音にもとても気を使っていた。私は少しでも音を軽減させようとモコモコのスリッパを履いて下の住人に気を使っていたのだが、夫は素足でドカドカと歩く。別に普通の音だよと言われればそうなのかもしれないが、私にはそれすらもストレスで、とにかく人に迷惑をかけたくないという頭が働いてしまう。だから夫がマイホームを買おうと言ってくれたことがとても嬉しかった。子供のことはもちろんだが、私の性格も考慮してくれたことが本当に嬉しかったんだよね。夫は注文住宅にこだわっていて、土地から探すと意気込んでいた。私は彼の意見に賛同し、それからというもの、私たちは休日を土地探しに当てた。土地は3ヶ月で見つかり、いざ契約となった時のことだ。土地には手付金として200万、家には300万って考えてるけどいい？いいけど、私はいくら出せばいい？リホは出さなくていいよ、俺の貯蓄から出すから。え？そっか。俺がローンは支払っていくから、リホには生活にかかるお金を負担してほしい。オーケー、じゃあそうしようか。結構簡単にそれぞれの役目が決まった。それからホームメーカー探しが始まり、特にホームメーカーにこだわりのなかった私は夫が決定したことに従った。しかしいざホームメーカーと契約を交わし、間取り決めまで話が進むと、義両親がそれに興味を示したのだ。ちょっと、もう間取りまで話が進んだんでしょ？ちょっと見せなさいな。ああ、はいはい。
その日、義両親は我が家を訪ねてくるなり、間取り図に食いついた。あら、このキッチンはダメよ。使いづらいじゃない。え、そうなの？なんて言ったかしら、この独立したキッチン台。アイルランドキッチンだったかしらね。アイランドキッチンですか。まあ、名前はどっちでもいいけれど、これはダメよ。よそ様にキッチンが丸見えじゃない。L 字型にしてね。してね。なぜ義母が決める？私と夫が好んでキッチンを決めたのだから、それで何も問題ないではないか。私と幹事さんはアイランドキッチンがいいので問題ありませんよ。すると義母は私を睨みつけた。そして慌てて間に入る夫。まあまあ、まだ案の段階で決定じゃないから、そういった話はまた今度すればいいじゃない。夫の発言は的を全く得ていない。そうではなく、俺とリホの家なのだから母さんには関係ないと言えないのか。その後も義母は和室の間取りをもっと取るべきだ、家はバリアフリーにすべきだとか、まるで自分がここの住人かのような言葉を並べた。義父も義父で縁側を作るべきだとか言ってたっけな。まさかとは思うが、ここは釘を打っておくべきだろう。ねえ、新しい家って私と幹事さんが住むんだよね。私は義両親の帰宅後、夫に質問を投げかけた。ああ、そうだよ。私と幹事と子供だけが住むんだよね。なんで？なんでって、私あなたの両親と同居しないからね。それって一緒？うん。そんなはっきり言い切らなくても。こういうことははっきり言っておかないと後々揉めると思うからさ。それに土地探し始める時にも話したよね。私は自分の両親とも同居はしないし、あなたの両親とも同居はしないって。それを了承したのはあなただよね。まあそうだけど、でも一生っていうのはどうなの？これから先リホの両親だって子供の世話になる時が来ないよ、あの二人は。だって子供には子供の人生があるって。今から二人で老人ホーム探してるくらいだし、お墓ももうあるしね。それってちょっと冷たくない？冷たい？何が？いや、それって親の面倒は全く見ないってことでしょ？いや、見るよ。ちょっと意味わかんない。親が困ってたら助けるよ、そんなの当たり前じゃん。いくら老人ホーム探してたって親が体調不良になれば看病しに行くよ。私が許せないのは子供の世話になって当然って思っている人だよ。私の両親は子供の生活の負担になることは避けようとする人たちだからね。それって俺の親が子供に迷惑をかける人って言いたいのか？はっきり言っちゃえばそうだね。その片鱗が見えるってこと。だってなんで私たちの家のことにあんなに口出してくるの？自立した子供たちだよ。アドバイスなら心よく受け入れられるけど、今日のはまるで自分たちが新しい家に一緒に暮らすからいろいろと注文をつけているようにしか見えなかったよ。そんなことないだろ。そっか、私の勘違いか。だったらごめん。じゃあこの先新しい家が完成してもあなたの両親と一緒に暮らすことはないんだよね？ねえよ。そっかそっか、それならよかった。私の勘違いだったんだね、ごめんね。ここで夫から両親が一緒に暮らすことはないという言葉を引き出したが、その後も義両親の口出しは変わらなかった。これはどう見ても同居一直線だろう。義両親がいい人柄であれば、まあまだ若干考える余地はある。そして夫がきちんと同居したい旨を最初に伝えてくれていれば、それなりに考える余地がある。しかし夫は家が完成したら同居を強行するつもりなのだろう。それに私は義母の人となりが好きではない。義母は噂好きの人だ。そしていつも噂のネタを探している。義実家の目の前には狭小住宅が数軒建っているのだが、義母はそれらの住宅が何時に車を出し入れし、何時に自転車で出ていくのか一部始終を把握している。それは音がするたびにレースのカーテン越しに覗いているからだ。私はそんな義母の行動を見るたびにげんなりする。まあこういう人が近所に一人いればそれなりに治安は守られているのだろうが、私はこの義母の行動が嫌いだ。他人のことなんてどうでもいいだろう。困っていたら助ける、それだけで十分なはずだ。それに人のことを悪くしか言わないんだよね。これも嫌い。義母は口を開けば、私は嫌いじゃないんだけどね
悪人ではないんだけどねと枕言葉をつけては人の悪口を言っている。とても悪趣味だ。私には理解しえない思考の持ち主である。そしてそれを止めない義父。時には一緒になってご近所の動向をカーテン越しに伺い、ああでもないこうでもないと二人で言い合っている。こんな義両親と一緒に暮らすなど私にとっては地獄だ。そしてやはり親子と言うべきか、夫は人を見下すところがある。結婚前まではそんな片鱗を見ることはなかった。きっと隠していたのだろう。結婚してからというもの、夫は人を見下すような発言をする。あいつは使えない、あいつは仕事ができない、などなど否定的な発言が目につく。まあ会社に属している限りそう思ってしまうこともあるだろう。しかしその人らの採用を決めたのは会社である。私たちはそれに何も言えることはない。ある一定の能力を見込まれたから同じ会社で働いているのだろう。そんなことに目を向けているのは時間の無駄であり、精神的にも良くない。だけど夫は誰かを否定することで自分を保っているようだ。そんな夫にも少しだけがっかりしていたんだよね。そして今そのがっかりが大きなものに膨らみつつある。これで夫が同居を強行したら離婚しよう。それから義両親が間取りについてとやかく発言しても私は静観を貫いた。すると義両親は我が物顔で自分たちの要望を余すことなく設計士にぶつけていた。もうこれは完全にアウトだろうな。夫は最初こそ私の様子を伺っていたが、彼は私が何も言わなくなったことで安心していたんだろうね。その後は好き放題義両親に発言することを許していた。そして義両親の要望が 100% 具現化された新築の家が建ったのだ。私と夫は引っ越し作業に追われていたが、なんとか目処が立ち、引っ越しは明日に控えていた。じゃあちょっと新しい家に行こうか。夫はニコニコと話しかけてきた。どうせ明日行くんだし明日でいいじゃん。そうはいかないよ。どこに何を置くかちゃんと見て決めないと。お前なんでそんなにやる気ねえんだよ。新築だぞ。リホのために建てた家だよ。よく言うよ。私の意見など何も反映されていない家に誰が住みたいと思うのか。それにさ、一回も様子を見に行かないっていうのもなんかさ、がっかりするもんだよ。だって興味ないし。あ？新築の家興味ない。おいおい、自由人もいい加減にしろよ。怒っちゃうよ。夫は新築の家に相当テンションが上がっている。そして私はだだ下がりだ。とにかく行くぞ。まあこれで肩がつくなら行ってやってもいいか。そして新しい家に到着すると見覚えのある荷物が運び込まれた後だった。はあ、やっぱりね。そして夫は階段を駆け上がると先に待ち構えていた義両親を引き連れてきた。今日から両親も一緒に住むからな、よろしく。言った。こいつ本当に言った。はい、じゃあもう離婚で。これでも1ミクロくらいの期待は持っていた。夫は私とした約束を守ってくれるのでは、と。まあ、これは淡い期待だった。もう迷うことは何もない。が、しばらくは見守ってやることに決めた。ちょっとリホさん、どうしてだんまりなのよ。家が完成したのだからおめでたいことでしょ。全然めでたくないです。あら、どうして？能なし夫が約束を守らなかったからです。はあ？お宅の能なし息子が約束を守らなかったって言ってます。あなた何を言い出すの？ねえ能なしさん、約束は覚えてる？何のことだよ。あ、自分が能なしって自覚してるんだ。私さ、あなたの両親とは同居したくないって言ったよね。そしてあなたも自分の両親と同居することはしないって私に言ったよね。それ覚えてる？ここは俺の金で建てた家だ。だからその家に住むものは俺が決める。へえ、ね、俺が両親と一緒に住むことを決めたんだ。それに従ってもらう。私との約束は嘘だったの？そうだよ。だってそう言わないと家が建たないだろ。うん、家が建たないって意味が分かんないけど、私のために家を建てるって言ってくれたのは嘘だったんだね。いや、それは本当、俺お前のこと好きだし、でも
両親も大切だから。ごめん。そっか、わかった。リオ、あれ、じゃあ私離婚するわ。はあ？ちょっと待てよ、そんな急に言われてもさ。ほら、あれだよ、あれ。夫は今まで見たことがないほど慌てていた。しかしここで口を出したのが義母だ。ちょっと幹事、うろたえるなんてやめなさい。みっともない。お母さんいつも言ってるでしょ、嫁は夫の言うことを聞くものよ。いいじゃない、離婚するって言ってるんだから。嫁の分際で夫に逆らうなんてとんでもないことよ。嫌なら出ていけばいいのよ。いや、まあそうだけど。出てけっていうか、もう離婚するので必然的に出ていくことになりますけどね。まったく、口の減らない女ね。私は最初からこの子を好きになれなかったのよね。奇遇ですね。私も最初からあなたが大嫌いでした。ただ最後に一つだけ、この家幹事だけの収入でローン支払っていけると思います？あ？やっぱり幹事の収入だけでやっていけるって勘違いしてますよね。ここは幹事名義の家だし、ローンも幹事の名義です。彼は収入から算出された金額をフルで借りています。彼の収入でローンを払っていったら誰が生活費を賄うんですか？幹事も忘れてるみたいですけど、生活費を工面するのは私だったんです。あなた方すでに年金暮らしですよね。かわいそう、せっかく新築に住むことができるのに3人分の生活費をがっつり年金で賄うことになるんですね。ご愁傷様です。え、ちょっと幹事、どういうことなの？私たちから一銭も徴収しないって話だったじゃない。それは。じゃあもう私には関係のない話なので失礼しますね。私は早速とその場を後にした。翌日の引っ越しも実は私の荷物のみ私の実家に送るように手配済み。夫のことは最後まで望みを捨てたくなかったけど、現実を考えればこれは正解だったと思う。その後、夫と義両親は現実を目の前に立ち行かない生活を理解したのだろう。この後に及んですり寄ってきたが、彼らの考えはあくまで同居だ。そんなもの私が受け入れるはずもない。しかし重要なことはそれじゃない。自分たちの理想を優先して私をないがしろにしたことだ。それに私の性格的に決めたことは誰に何を言われようが揺るがない。結局離婚には半年かかったが、なんとか離婚は成立した。その後あの新築物件は手放したようで、完成から2年も経たずして競売物件に名を連ねた。やっぱりローンは払えなかったようだ。当然といえば当然だよね。だって二人馬力でお金の計算をしていたのだから。私は不動産会社に勤務している。だから競売物件も逐一チェックすることが日課の一つでもある。あの家が出てきたことはスカッとしたね。やっと離婚に決着がついたような気がしている。私は現在マイホームを建設中だ。独身でマイホーム、これは一生独身である匂いがプンプンしているが、それでいい。私はこだわりも強いし、きっと結婚というものはうまくいかないだろう。これからもお一人様を満喫していくのだ。お一人様いいと思います。人それぞれ自分の思うように生活できればそれで幸せですよね。リホさんが楽しく過ごせることを願っています。はあ、海外出張？無職の女が何しようもない嘘をついてるんだよ。これ以上嘘を重ねるなら離婚するぞ。夫は全く私の話を信用してくれない。彼にとっては私のことなんてどうでもよくて、家政婦代わりになる女が欲しいだけなのだ。え、何これ。テーブルに置かれた一枚の紙。出張から帰国した私が見つけたのは記入済みの離婚届だった。離婚されたくなかったら実家まで来て土下座しに来い。夫からのメッセージを見た私はすぐに外に出て車に乗り込んだ。私の名前は瑞穂、38歳のハンドメイド作家だ。私が作っているのは主にアクセサリーや小物が多く、最近はお弁当や料理のミニサイズの小物がよく売れている。緻密な作業をして作り上げた作品が本物みたいと SNS を中心に話題が広がり、今では自分が作った作品だけで年商4000万を達成することができている。
ここまで来るのにだいぶ時間がかかったが、それでも大好きなことを仕事にできる喜びは何にも代え難いものだ。しかし、そんな風に仕事で軌道に乗っている私だが、プライベートの方では大きな悩みを抱えていた。それは夫の亮太の存在だ。夫は私の仕事のことを理解してくれず、いつからかニートだとバカにしてくるようになった。そんな夫に私は何度も説明するのだが、一向に信じてくれない。こんな状態が続くならもう限界かもしれない。そのようなことを考えるまでになっていた。私と夫が出会ったのは10年前、共通の友人が開いた合コンの場で出会った。私たちはすぐに意気投合し、お互いに惹かれていった。当時、私は大手の雑貨販売店で店員をしていて、夫は中小企業のサラリーマン。ちゃんと就職をしていて、バリバリと働いているし、紳士的だし、年齢も近くて共通の話題も多かったから、彼と一緒にいてとても楽しかった。それから順調に交際を重ねて、彼からプロポーズをされて、私たちは結婚することに。結婚後、彼ができれば家庭を中心にしてほしいと言ったので、私は仕事を辞めて家事に専念することにした。私には当時、ハンドメイド作家として自分の作品をどんどん作っていきたいという夢もあったので、ちょうどいい機会だった。というのも、当時の雑貨屋の仕事は人気店なのに、人手が足りずかなり忙しかった。そのため自分の作品を作る時間がなくて少し焦っていたところだったのだ。専業主婦になった私は家事をやりながら日中の空いた時間で作品作りに没頭した。その頃は夫も私の作品作りについて好意的だった。すごいじゃん、こんなに小さいのに本物の料理みたいだよ。ありがとう。これをこうやってちょっとした小物インテリア代わりに置くと可愛いんだよ。おお、本当だ。瑞穂は天才だな。こんなすごいもの作れるんだもんな。夫が褒めてくれて私はとても嬉しかった。それからも私は作品作りを続けていき、最初はフリマイベントなどで出品をしていた。そこで実際にお客さんに手に取ってもらえて、この上ない喜びを感じたのを覚えている。この時の体験をきっかけに、私はハンドメイド作家として活動したいという思いを強くしていった。そんな私の夢を両親や友人たちは応援してくれて、いろいろとアドバイスもくれた。友人が経営者の知り合いに私の話をしてくれて、商品の売り方やビジネスのやり方などを教えてもらったり、こういう作品を作ってる作家さんがいるみたいと私の代わりに調べてくれたりと、みんな私の夢のために協力してくれた。そのおかげで私は自分の商品を販売するための専用のホームページを作ったり、 SNS での発信を行ったりと、活動のための土台となる場を作ることに成功。あとはどんどん作品を作って地道に売っていくだけだ。その後、私は活動を一生懸命に続けていった。作品を作って、それを写真に撮って SNS に載せて発信をする。そしてオンラインショップへと誘導して商品の購入へとつなげる。その繰り返しだ。私はその地道な活動を続けて、少しずつ売り上げを伸ばしていった。そして活動を始めてから2年後には月に20万くらいは稼げるようになっていた。夫にそのことを話すと、信じられないといった様子で驚いていた。本当にそんなに稼げているの？うん、ほら、通帳にちゃんと振り込まれてるでしょ。夫はびっくりした様子で私の通帳を見ていた。すごいね。そんな風に収入を得られるなんて会社員の俺には想像もつかないや。私は夫の驚いた顔が少し面白く思い、今後も頑張ってもっとびっくりする額を稼いでやろうと思った。そしてその後もどんどん活動をしていき、今では作品の数も数百個を超えるほどに。基本的に小さい商品が多いし、最近はサンプルの写真を載せて受注を受けてから作品を作っているので、作品数は多くても部屋の中にそこまで在庫は溜まっていない。だから自分の部屋だけでも作業の場をちゃんと確保することができるのだ。そうして活動を続けていって、さらに順調に売り上げを伸ばしていたのだが、ある時から夫が私に冷たい態度を取るようになってきた。なあ、まだその趣味を続けているのか？え？趣味って、私これが仕事なんだけど。ああ、何言ってんだよ。たかだか1回くらい小遣い程度の稼ぎが入ったからって仕事だとか言うなよな。
何その言い方。私はちゃんと誇りを持って一つ一つの作品を作ってるんだけど。誰もお前みたいな主婦の誇りなんて興味ないだろ。どうしてそんな風に突っかかってくるの。毎日毎日部屋にこもって陰気臭いんだよ。ひどい。家のことはちゃんとしてるじゃない。毎日あなたのお弁当も作ってるし、掃除も晩ご飯の用意もしてるし。専業主婦なんだから当然だろ。私はもう在宅で働く兼業主婦よ。言葉だけは立派だな。けど結局は主婦の暇つぶしだろ。まだ教室にでも通ってる方が健全だ。夫はそんな風に私の仕事を否定してきた。自分は外に出て汗水垂らして働いているというのに、妻は家で楽しそうに作品を作っている。その状況が不公平に感じて気に入らないのだそうだ。その後も夫は私にいろいろと文句を言ってくるようになった。そんな小物を作ってるならもっと料理にもこだわってほしいもんだな。そんなの誰が買うの。ババ臭い趣味を続けて何が楽しいんだよ。夫の心ない言葉は私にストレスを与え続けた。そのため土日の作業中は私は部屋の鍵を閉めておくようになった。夫はそれが気に入らないようで、土日は外に出歩くようになった。今はもう結婚をして7年ほどが経っていたのだが、最近はずっとこんな感じの夫婦生活だ。私はできればまた昔のように仲良くしたいと思っていたのだが、夫がひどい態度をとってくるので、私も自分の身を守らざるを得ない状況だ。そんな中、私のもとにあるお仕事の依頼がやってきた。それは海外の家具のミニチュア作品を作ってほしいという依頼だ。とある企業からの依頼で報酬もかなり大きかった。これは引き受けるしかないと思い、すぐに返事をしたのだが、実際に家具を現地で見てほしいということで、何日間かヨーロッパの北欧の街を巡りましょうと言われた。私はさらに胸が高鳴った。仕事のために海外に行くなんて夢にも思わなかった。だが出張の期間は1週間もあるので、その間は家のことができない。夫とは会話が少なくなっていたが、一応伝えることにした。だが案の定、夫の反応は冷たいものだった。はあ、海外出張。無職の女が何しようもない嘘をついてるんだよ。無職じゃないわよ。私が作っている作品はちゃんと商品として販売されていて、仕事になっているって何回言ったら分かってくれるの。お前の妄想はもう飽きたよ。いい加減数だけに集中しろよな。これ以上嘘を重ねるなら離婚するぞ。離婚って。7年も結婚生活を続けてたのに、どうしてそんなことを平然と言うの。お前が変な嘘をつくからだろうが。夫は全く私の話を信用してくれない。しかも1週間も家を空けるなんてふざけなこと言うなよな。お前の仕事は俺のために飯と風呂を用意して部屋を掃除することだろうが。彼にとっては私のことなんてどうでもよくて、家政婦代わりになる女が欲しいだけなのだ。もうこれ以上夫の機嫌を伺っていたら、せっかくの海外出張が台無しになる。私は一旦夫のことは放っておくことにして、出張は勝手に行くことにした。そして企業の担当者の方と一緒に現地へ。ヨーロッパの街並みはそれだけで絵になる雰囲気で、普通の家の外観すらもアートだった。お目当ての家具屋さんに行くと素敵なインテリアがたくさんあり、私は実際に触ってみたりしながらその特徴を細かく分析した。その後は現地の美味しい料理を食べたり、家族や友人にお土産を選んだりと、とても充実した時間を過ごした。しかも企業からの依頼で来ているため、私がお金を出す必要がないのも嬉しい。1週間私はずっとウキウキした状態で出張を終えた。その間に夫からは大量のメッセージが来ていたが、帰国してから話そうと決めて仕事に集中しようと思っていたので返事はしなかった。だが夫は驚きの行動に出ていた。え、何これ。テーブルに置かれた1枚の紙。出張から帰国した私が見つけたのは、記入済みの離婚届だった。夫はいつまでも私が家に帰ってこないため、腹を立てて本気で離婚をする気になったのだ。私はすぐに夫にメッセージを送った。離婚届なんて置いてどこにいるの。ちゃんと話し合いをしましょうよ。すると夫からはこのように返ってきた。もうお前みたいな使えない役立たずはいらないんだよ。
くだらない趣味に没頭して、挙句の果てには家事をサボって海外旅行なんてふざけんな。誰のおかげで贅沢な暮らしができていると思ってんだ。お前は自分の立場というものをわきまえろ。私は一気に夫への愛情が冷めてしまった。どうしてこんなひどい言葉を当たり前のようにぶつけることができるのだろうか。そして夫は最後にこのような文章を送ってきた。離婚されたくなかったら実家まで来て土下座しに来い。そうすりゃ少しは考えてやってもいいぞ。夫からのメッセージを見た私はすぐに外に出て車に乗り込んだ。私は車を走らせてとある場所にたどり着いた。それは役所だ。私はもう夫に愛想を尽かしたので、このまま離婚することにしたのだ。先に実家に帰って両親に事情を説明し、承認欄の部分を書いてもらい、私は離婚届の提出をしに行った。その後私は両親に手伝ってもらい、家の荷物をすべて実家へと移した。そしてとりあえず実家で暮らしながら仕事を進めることに。その間に夫からは早く謝りに来いとか、意地張ってんなよとかメッセージが来ていたが、私は無視をした。すると家を出てから1週間が経った頃に夫から鬼のように電話が来た。さすがにそろそろ無視はできないと思い電話に出ることに。もしもし。おい、どういうことだよ。なんでお前の荷物が全部なくなってるんだ。それは出て行ったからに決まってるじゃない。ふざけんなよ。お前いつまで意地を張ってるつもりだ。意地なんて張ってないわよ。私はもういつまでも私の仕事を理解してくれないあなたに愛想を尽かしたの。まだ趣味の話をしてるのかよ。大体お前が悪いんだからな。そんな妄想話を何年も続けやがって。妄想だと思うなら思っていればいいわ。どうせあなたとはもう他人だし。はあ？あなたが置いていった離婚届はもう提出したわよ。そんな、あれはただの脅しだったのに。ほんと最低ね。でも仮に脅しだとしても、あなたはちゃんと自分の箇所を記入したんだから、離婚の意思があったという証明にはなるからね。私がそう言うと夫は逆切れをしだした。もういいよ。お前がその気なら離婚でも何でもしてやるよ。お前後悔するなよ。そんな小遣い稼ぎしかできないほとんどニートのお前には、これから貧しい生活が待ってるんだからな。俺はこの家で一人で優雅に生活をすることにするよ。お前がいなくなる分、稼ぎは全部自分のために使えるしな。勝手にどうぞ。私とあなたはもう他人なので。私はそう言ってさっさと電話を切った。それからは実家で仕事に集中する日々を送った。母が家事を中心的にやってくれるので、今までよりも作業に時間を当てられていて、どんどん作品を作ることができている。するとそんな中、再び元夫が私に電話をしてきた。今度は一体何の用かしら。おい、どうしてこんなに家賃が高いんだ。何言ってるのよ。あなたがその賃貸マンションに住みたいって言ったのよ。家賃がかなり高かったけど、私もあの頃にはすでにあなたより稼いでいたから、私が半分家賃を出していたのよ。食費などの生活費だって私の収入から出してたんだから。私がそう言うと、夫は言葉を失っていた。本当にそんなに稼いでいたのか。あ、切れた。ここまで言っても全然信じないのね。まあ、そうやって身の丈に合わない生活をして、お金がどんどんなくなっていってから、やっと理解すればいいんじゃない？私がそう言うと、夫は途端に塩らしくなった。すまなかった。俺が悪かったよ。だから戻ってきてくれ。もう一度夫婦生活をやり直そう。はあ？今更何を言ってるの？あれだけ私のことを罵倒していたのに、やり直せるわけないでしょ。もう電話してこないで。あんたとは他人だし、もう会うこともないから。もし実家にでも来たら、すぐに通報するからね。そんなこと言わないでくれよ。元夫は消え入りそうな声でそう言っていたが、私は無視をして電話を切って着信拒否をした。その後の元夫についてだが、今回の件について義両親も詳しく知り、呆れられて感動をされたらしい。そして結局あのマンションの家賃が支払えなくなったらしい。しかも私と離婚した時に贅沢ができると思い込んで、車を買ったり高いブランド品を買ったりと散財をしていたらしく、現在はすべて借金となり、ボロいアパートに住みながら返済をするために働くという日々を送っているそうだ。一方、私は変わらず活動を続けていて、毎日大好きなものづくりをして幸せな時間を過ごしている。
これからも私の作品を買ってくれるお客様のために一生懸命に思いを込めて作品を作っていこうと思う。通帳を見ても信用しない旦那さんって頭おかしいんじゃないでしょうかね。もしかしたら主さんが楽しんで成功しているのが気に入らなかったのかもしれませんね。いずれにしてもこんな最低な夫と別れられてよかったと思います。主さんはこれからも作品作りを頑張ってくださいね。本当にダメな嫁だな。いつまで経ってもどんくさいものね。そう言って私を罵倒してくる夫と義士、家事もしないゴミ嫁は出ていけ。義母なんてそのように言って私に向かって塩まで巻いてきたのだ。おかげで家着が塩まみれでしょっぱい。あいよ、これ離婚届。あらかじめ用意していたのか、証人欄は義母と義士が書いている。私は離婚届を受け取り、自分の名前を記入して荷物をまとめた。お世話になりました。っていうか、お世話しましたが正しいですね。私の名前はさつき、30歳の会社員だ。夫のコウタとは結婚して2年になる。私たちの出会いは合コンで、彼は当時中小企業で働く会社員だった。そして合コンでは彼の方からアプローチをかけてきた。誠実そうだし、真面目に働いているし、年齢も私より2歳下で若いし、彼となら安定した生活を送れそう。そう思い、私は彼とデートに行くようになった。彼はとても優しくて、紳士的でリードしてくれて、私はどんどん彼に惹かれていった。そして私たちは付き合うようになり、順調に交際を進めて結婚に至った。結婚しても私たちは共働きで働いていた。家事も分担してバランスよく幸せに暮らしていて、結婚して2年が経った今もそれは変わらない。だがそんな中で夫はいきなり仕事を辞めてきた。どうして急に辞めたの？俺には会社員は合わないってことが分かったから。そんな理由で？そんな理由でって、さつきは俺の味方じゃないの？え、いや、そういうわけじゃないけど、嫌なことがあったなら相談してほしかったよ。ああ、ごめん。でも俺、今すぐ辞めたかったから。頭をかきながらそのように言う夫。私はびっくりしてしまったが、そこまで夫が今の仕事を嫌がっていたとは知らなかった。とりあえずは、私がそこそこ稼ぎがあるから大丈夫だが、できれば早めに次の仕事は探してほしいと思う。だが、それから2週間後、夫は驚きの発言をした。俺、タピオカ屋開くわ。え？本気で言ってるの？原稿も安いし、小さいテナントでもやっていけるしいいだろう。そんな、だってあなた飲食店で働いたことあるの？いや、ないよ。だったら無理でしょう。なんでだよ、やる前から勝手に決めつけんなよな。まずはどこかの飲食店で働くとかならまだわかるけど、いきなり店を開くのは反対よ。いや、俺は店を出すよ。誰かの下で働くってのが俺には合わないんだ。そう言って夫は私の意見など聞かずに、勝手にどんどんとお店を開く準備を進めていった。私は一切協力しないから自分でやってねと言ったのだが、意外にも夫は自分だけで店のデザインとかコンセプトとか決めていって、お店の開店準備をしていた。だんだんと形になっていくのを見て、私もまあここまでちゃんとしてるならと、とりあえずは様子を見ることに。そして夫は本当にタピオカ屋をオープンさせた。店内の雰囲気もいいし、立地も悪くない。これなら本当に繁盛するかもと思った。だが、現実はやはり甘くはなかった。それもそのはずで、もはやタピオカはブームが過ぎ去っていた。買いに来るのは流行りとか関係なく、タピオカが好きなコアな人だけ。しかも、飲食店での仕事に慣れていない夫は飲み物を作るのもかなり遅い。だからお客さんの手に渡る頃には氷が溶けて飲み物が薄くなってしまっている。そのためリピーターもつかず話題にもならずで、全然売り上げは上がらない状態だ。まあ最初の 1,2 年は利益ゼロを覚悟しろと飲食業界では言われているみたいだから仕方ないのかもしれないが、それでもこのままじゃ潰れるのは目に見えていた。だから私は夫に早々に見切りをつけて店を畳んだらどうかと話してみた。すると夫は、まだ始めたばっかりなんだから辞めるわけないだろうと怒り、
どうしてやる気をそぐようなことを言うんだよと私を責めてきた。こうなると夫は自分の意見を決して曲げずに私を罵倒しまくる状態になるのだが、私も負けるわけにはいかなかった。このままじゃどんどん赤字になって借金が増えていくだけじゃない。今回ので計画もなしに飲食店をやるのは無謀だって分かったでしょ。それだけでも十分な収穫だと思うわ。飲食店で成功したいならもう少し経験を積んでからにしましょう。私は頑張って説得をしようとしたが、夫は聞く耳を持ってはくれなかった。どうにかして夫を正気に戻さなければ。そう思っていたのだが、夫は翌日また驚きの発言をしなした。母さんと一緒に暮らそう。え？どうして？だって実家に移り住めば家賃はタダになるだろう。そうすれば収益が少なくても問題ないだろう。それに母さんは父さんが亡くなってからもう何年も一人だからさ。親孝行の意味も込めて同居しようと思うんだよ。夫はそう言って私を説得しようと試みていた。だが私は正直な話、同居にはあまり乗り気ではなかった。というのも義母は私に対しての当たりがきつかったからだ。今までにも正月や盆の時に義実家に行っていたのだが、なんというか私のことを嫌っているような態度をとってくるのだ。まあこれといってひどい嫁いびりをされたことはないが、同居を始めたらいろいろと面倒なことになりそうだとは思った。しかし夫は一向に折れる気配がない。それにこのまま本当に夫がお店を続けるなら、私たち夫婦の生活はどんどん貧しくなっていく。それなら義実家で暮らした方が安心できるだろう。私はメリットとデメリットを比べた時にまだメリットの方が大きいと思ったので、とりあえず同居を承諾することに。そして始まった義母との同居生活。私はすぐに義母の嫁いびりの洗礼を受けた。さつきさん、ボケっとしてないで掃除に洗濯に料理と早く進めてちょうだい。トロい嫁ね。飲食店のオーナーの嫁なんだからもっとちゃんとしなさいよ。いきなり家の中で響き渡る義母の怒声。私はまさか初日からこんな風に怒られるとは思わなかった。もうすでに気分が重かった。夫はというと、嫁である私が困っているというのに全くの知らん顔だった。そして義実家での生活で私を困らせる存在はもう一人いた。それは義士だ。私は義実家に移り住んでから知ったのだが、義士は離婚して子供を連れて義実家に戻っていた。そのため同居する相手は義母だけでなく義士とその子供も一緒だったのだ。さつきさん、なんでアイスがないのよ。え？だってお子さんが昨日2つ食べてたじゃないですか。はあ？そんなこと聞いてるんじゃないわよ。亡くなりかけてる時点であんたが買ってこいって言ってんの。マジで気が利かない嫁。義士も義母と同じように私に対してあれこれと文句を言ってきた。夫は相変わらずで、義士が私を責め立てても興味を持たずに無視をする。あなたが言ったから同居生活を承諾してるんだが。私は冷たい視線を夫に向ける。だが夫はソファーでくつろぎながらスマホをいじっていた。同居して数日も経たないうちに、すでに私のイライラは限界近くまで募っていた。そしてこれも後から知ったのだが、義実家は35年ローンを組んでいて、いまだにローンの支払いが残っているらしい。それなのに義母は働かないし、義士も働いていない。現在は義父の遺産と年金から払っているそうなのだ。義母一人だけの生活ならなんとかローンを支払えていたそうなのだが、義士が子供を連れて戻ってきたことでかなり支払いは厳しくなっているらしい。そのため義母は、同居するからにはちゃんとお金を入れてちょうだいねと言ってきた。家賃がかからないと夫が言ったから私は同居を承諾したのに、これじゃ意味がないじゃないか。しかも義母は、生活費もあなたたちに負担してほしいから月に25万くらいは入れてねと要求してきた。結局私は給料から義実家に毎月25万を入れることになってしまった。だが私がおとなしく支払いをしていたのには理由がある。それは夫がそろそろ売り上げが伸びそうな感じがすると言ったからだ。夫の話だと客足が伸びているらしい。夫のお店が軌道に乗れば生活も安定するだろうと思ったので、私はそれまで耐えることにしたのだ。
そしてそれから3ヶ月ほどは頑張って耐えていた。だがその間にも義姉や義母からの嫁いびりは絶えず続いていた。そろそろ限界を迎えそうだった私はこっそりと夫の店に抜き打ちで行くことにした。だがびっくりするほど客が来ていなかった。私はしばらく遠くから夫の店を見ていたのだが、全く客が入る様子がない。もしかして夫は嘘をついていたんじゃないのか。そんな考えが頭をよぎった。そしてそれと同じタイミングで私は取引先の新規開拓に成功。それからはその会社と合同で取り組むプロジェクトに責任者として参加することになった。責任者となると本当にやることが山積みになる。そのため残業は当たり前だし、早めに会社に行かなければいけない時も出てくる。そうなると家事をする時間はどんどんとなくなっていく。できれば専業主婦である義母と義姉にしてほしいのだが、二人は頑なに家事を拒んだ。家事は嫁の仕事でしょう。そう言って義母も義姉も全ての家事を私に放り投げていた。そのため私が仕事が理由でしばらく家事ができないと洗濯物はたまりまくるし、部屋の中は埃だらけになるしで、本当に大変な状態になる。しかも晩ご飯も私が用意しなければいけないし、残業で遅い日は高級寿司など高いものの出前を取って私以外で堪能している。そして仕事が理由で家事ができないのに、義実家の人たちはこぞって私を責めてくる。最近では義母と義姉だけでなく、夫までも私を責めてくるのだ。本当にダメな嫁だな。いつまで経ってもどんくさいものね。そう言って私を罵倒してくる夫と義姉。家事もしないゴミ嫁は出ていけ。義母なんてそのように言って私に向かって塩まで巻いてきたのだ。おかげで家着が塩まみれでしょっぱい。ひどすぎる。私は私なりに家事を一生懸命頑張ってきたし、他にも生活費を入れたりといろいろと貢献してきた。それなのにこの扱いか。だいたいね、あんたコウタの稼ぎで食べさせてもらってるくせに生意気よ。え？そうそう、小遣い程度の稼ぎしかないくせに家事をサボって本当に何をやってるんだか。残業とか言って不倫してるんじゃないの？はあ？なんだお前、俺が頑張って店を切り盛りしている間に不倫してるのか。こりゃ慰謝料ももらわないとな。勝手に私が不倫をしている前提で話を進める義家族。そして義母は引き出しから何やら紙を取り出して私に渡してきた。あいよ、これ離婚届。あらかじめ用意していたのか、夫の部分はすでに記入されていた。承認欄は義母と義姉が書いている。もう限界だった。どうして一番頑張っている私がこんなにも振り回されなければならないのか。こんな家さっさと出て行ってやる。私は離婚届を受け取り、自分の名前を記入して荷物をまとめた。私が荷物を持って玄関へ向かうと、義家族の人たちはニヤニヤしながら私を見送った。これでせいせいするわね。疫病神を追い払えたって感じね。一人で寂しく生きろよ。最低だ。私はこんな人たちのために頑張ってきた自分を少し恨んだ。さすがにこのまま言われっぱなしで去るのは嫌だった。私は吐き捨てるように義家族の人たちに言ってやった。お世話になりましたっていうか、お世話しましたが正しいですね。私がいなくなって困るのはあなたたちでしょうけど、せいぜい頑張ってくださいね。私がそう言うと、義家族の人たちは目を見開いて何かワーギャー騒いでいたが、私は無視をして義実家を出て行った。その後私はすぐに離婚届を提出し、単身用のマンションを借りて快適な生活を送り始めた。なんでもっと早くにこうしなかったのだろうか。あんな家すぐに出て行けばよかった。自分の判断の遅さに後悔しながらも、私はそれから平和で穏やかな日常を送っていた。ちなみに義母からはなぜか家を出た後に鬼のように電話が来ていた。私をまだ罵倒したりないのか、それとも夫の稼ぎの真実を知ったのか、理由はわからなかったが、このまま相手してもきっと面倒なことになるだけだと思い、私は義母からの電話には出ないことにした。そして日々を過ごしてあっという間に1年が経った。すると見知らぬ番号から電話が。
最初は出ない方がいいかなと思ったのだが、もしかしたら取引先とか仕事関係の電話かもしれない。そう思い、私は慌てて電話に出た。すると電話口から聞こえてきたのは、なんと元義母の声だったのだ。あ、さつきさん、やっと電話に出てくれた。あなた私の前の番号を着信拒否にしたでしょ。そりゃあれだけ鬼電が来てたらそうするだろう。要件は何ですか？私はいちいち相手にするのが面倒で、早く本題に入ってもらうことにした。そうね、余計な話はせずに単刀直入に言うわ。私たちのところに戻ってきてほしいの。はあ？何言ってるんですか？お願い、私たち本当に困ってるの。コウタはタピオカ屋の利益が1年経ってもほとんど出なかったってことを後から言い出して、店の家賃などは自分の遺産の取り分から出していたそうなの。そこで初めて私はあなたが家にお金を入れていたってことを知ったのよ。やっと気づいたんですね。初めからあなたが言ってくれていればよかったのに。あれ？いいんですか、そんな態度取って。もう私しか頼る人いないんじゃないですか？ごめんなさい、今のは取り消しで。この通りだからお願いよ、あなたのことはもういびらないから、私たちのところに戻ってきてちょうだい。電話越しでも義母は本気でお願いしてきているのが分かった。そりゃ35年ローンを支払いながら大きな子供2人を育てるなんて確実に無理だろう。だがそれにしては義母は今までやりすぎだ。残念ですが、私はあなたたちを一生許しません。よりを戻すなんてありえないですから。ローンが払えないなら家を売ればいいんじゃないですか？まあどうせコウタのやつはずっと赤字を出し続けていたから、借金が相当なことになっていそうですけど、その借金を合わせたら家を売るだけじゃ済まないでしょうね。だからこうしてお願いしてるんじゃない。あの子のタピオカ屋は3ヶ月前に潰れたのよ。へえ、やっぱり潰れたんですね。でも私にはもう関係のないことですから。離婚もしていますし、あなたにとって私はゴミとのことですしね。あれはつい感情的になって。もうどうでもいいです。とにかく私はもうあなたたちとは赤の他人なので、あとは自分たちだけで頑張ってください。そう言って私は電話を切った。その後、元義家族について元夫と私の共通の友人が教えてくれた。何でも元義家族は家のローンが支払えずに結局家を売ったらしいが、びっくりするほど低い金額で売れたため多額の借金を背負ってしまった。さらには元夫の店の赤字続きによる借金も加わり、今は義家族全員がバイトを掛け持ちして働き、借金を返済するだけの日々を送っているらしい。一方で私は仕事で昇進し、給料が上がった。今は私自身のためだけにお金を使い、平和で幸せな日々を送っている。のっけからぶっ飛んだ夫でしたね。そして義子も義母も人として最低です。こんな義家族との同居生活をお主さんはよく耐えたと思います。あっという間にタピオカ屋を潰した元夫はざまあ見ろって感じですよね。まずは飲食店で修行をしなきゃダメだってことくらいわかりそうですが、この元夫にはわからなかったんですね。最終的に地獄に落ちたのでとてもスカッとしました。主さんはこれから独り身での生活を楽しく過ごしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。